ワンハンドクラッピング。前回に続きからプレイしていきましょう。さて、なんか罠にかかったのか、落とされたところからですね。落とされたのかな？俺の力が足りなかったのか。歌声パワーの、歌声パワー不足か。どういうあれなんだろうなぁ。でもこれマックスにしといた方がいいんだよね、多分ね。一応この辺の、よしよし。これは？ん？何？あ、ん？ああ、そういうことか。難しいな。こういうことか。音程難しいんだって。苦手なんだもん。よし、これで、なんか、あると思いますみたいな感じになってるよね。ダメだ。ダメか。よし。難しいな、これ。歌詞とかだったら一発でバンバン成功していくんだろうな。ダメだ。よし。違う違う。リセットリセット。ダメダメだ。ダメだ。雑なんだよ。よし。これで進んでいって。ていうか、この主人公はどういう感覚でこれをやってんだろうな。お、なんか声出したらいけるみたいな。そんなレベルなのか。そういう世界なのか。よし。ちょっと慣れてきた。あんま調子のない方がいい？行こう。いっぱいあるけど、これ。そんなに一気にいけないと思うんだけどな。無理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 。これ全部行かなきゃダメなのかな。ホラーだな。ぬーぬだと真ん中か。ペーん？これ一気にいけんのかな。なんだこれは。あ、なるほど。これデコイなのか。デコイっていうか、下上下っていくのかな。こうか。よしよし。うい。ほい。オッケー。これ、結構パズル要素みたいなのもあるのかな。パズルってことでもないか。
が一番やりやすいな。よし、オッケー、これでーいこう。いっぱいあるな。真ん中か。最後上かな。難しいよ。でもいけない難易度じゃないっていうのが、あ、ここ歩けるんだ。面白いな。なー、よしよし、クリスタルもマックスにしといて。何が効果あるのかようわからんけど。これは E を押してベルを聞きます。高い音だと上がるみたいな感じか。そういうことでもないのね。こうか、なんか関係あんのかな。ベルを聞きますってどういうこと。よし、これでいけんのかな。いけそうな気もするけど。あ、いけるな。これ別に声関係なくない。なんかあんのかな、声でやったらちょっと変わるみたいな。よし、この先へ進んでいくけど、いっぱいあるけど。ん？ならない。ならねえぞ。なんでなんないのこれ。あ、鳴った。あ、これ順番があんのかな。関係ない。言ってる？これ鳴らして、トゥ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 ってことはさ、でもやっぱりあれじゃないの、この左から順番に鳴らしていくんじゃないの。あ、タイミングもあんのか。違う。トン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 。あれ？最後上がるんだよね。トン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 。あれ？トントンじゃないの？あれ？え、だってこれは間に合わないんだけど、タイミング的に。ドーン。え？ドーン、ドーン、ドーン、ドーンじゃないの？違うのか。こう、こう、こうか。あ、そういうこと。でーでーでー。
てー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 、あれ、てー、あ、違う、てー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 、てー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 か、よしよし、てー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 、よしよし、ちょっとなんかここいたのに、なんで、もう一回もう一回もう一回やって、ちょっと、あ、違う、え、で、で、違う、え、あ、最後俺がやるってこと、で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 、なるほどね。これでも俺自分の声でやるよりきついな。難しい。放り投げるとかの。引っかかんないか。びっくりした。コントローラーまた差しっぱだから。なーん。よし、よし。オッケー、ありがとう。これで2ステージ目クリア。仲間、めっちゃ笑とるけど。もうでもどうせ降りるもん、降りるんだよね。水でよかったっていうか浅くない？おー、いいね。よし。ぬー、ぬー、ぬー。こいつ、中にいたままでいいのかな？上には乗らないのか。まあ、いいか。あれ？あれ？これどうすんだろう？なんかエイゴリアンみたいな昔あったよね。大変だな。あんまちゃんと喋れないもんな。右に行ってて。右に。え、これどうすんの？
上がるんだちゃんと。あああああ、これ結構2つのやつが絡んでくると大変だな。よしよし。ぬーあら、ぬーぬー、よしよーよーよーよし、オッケー。進んでー。お、めっちゃ跳ねるな。お前も跳ねるのかー。あーあーあー、タイミング難しいな。あ、いけた。あーあーん、ちょっと待って、一回戻して、やばいやばいやばい、よしよし、いいー、ここダメか、いー戻りすぎ、いー、この微調整ってめっちゃ大変だな。あちょっと慣れてはきたけど、うわ、あ、助かった。え、完全に潰されたでしょ。大丈夫なのあれ。お、風が吹いてる。あ、すごいふわっとしてるけど、ん、え、これどういうこと。声の高さで風向きが変わんのか。あー、よし、ここだ。あー、ちょっと高いか。ぬー、この辺かな。あ、後から調整もできるんだ。これ結構面白いな。ダメだよね。あとか、そうだよね。別に、あとから、ん？変えれた？とりあえずこの辺かな。ダメだ。ダメだ、ダメだ。
あ、これだこれだ。これで行くんだ。どうしよう。一回下で、ダメダメダメ。あ、上行ける。よし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 。で、おお、何何何がズボン言ってる？風向きをちょっと上にするか。この辺。あ、ダメだダメだ。後から喋るとダメっていうのがきついな。よし、登れた。このでかいなんか貝殻みたいな石はどうすんだろう。あ、これ回すのか。あーん？違う？あー、いけたけど、さっきなんでいけなかったんだろう。喋ったっけ。ちょっと遅いか。あ、ここも関係あんのか。だったらこれちょっといじっとくか。これでまっすぐ行けんじゃな。この辺。低いな。動かさなくていいようにって最後で上げる。ダメだダメだ。オッケー。で、風かな？だ、そうか、こいつに当たってんのか。あとはもう飛ぶだけの、てか飛ぶタイミングだけの問題か。めっちゃ邪魔だな。あれがなんで飛んでんのかもわかんないし。ダメか。行き過ぎたな。行き過ぎたけど。一回下げないとダメなのか、これ。よーし、いけた。あんま下げる意味はなかったかな。ダメか。上がりきらなかったな。これでもまた上から行くのは無理ってことか。一旦斜めになるの待った方がいいよね。今日もさ、あの画面に向かってずっと話してるだけっていうさ、なかなかおかしな作業だけどさ、群を抜いておかしいよね。
パソコンに向かって規制を発してんだもんな。はい、ということでじゃあここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。